こんにちは、ワドです。2017年12月24日朝の、4時57分です。クリスマスイブですね。今日はね、X さんのスタジオから、シルバーアクセのスタジオから、シルバーアクセのスタジオではないんだけど、まあまあ、わかりやすく言うと、シルバーアクセのスタジオから、放送をやっております。今ね、シルバーアクセサリーで WADO っていうブランドを立ち上げようということで、オリジナルのアクセサリーを作ってます。ぜひ、欲しい人は、予約をしておいてください。いつできるかわかりません。それじゃあ放送を楽しんでいってください。はい、カイトさんおはようございます。WADO2。おはよう。今日は多分ね、みんなね、恋人たちとデートなんだろうな。今日どうなんだろう。閲覧落ちるのかな。でも、ワドリスは年齢層高いからな。多分ね、クリスマスにデートとか、若い子たちでしょ。おはよう、おお、そうそう、何そのサムネ。 何そのフェイスブックで僕成功してますみたいなサムネ。 どっから撮ったの？ バージョンアップしたの？風船ロックありがとう。女よりシルバー。いや、だからのんちゃんに言われたよ。一緒にスタジオ行こうって言ったら、のんちゃん今日クリスマスなのにっつって涙目になって、のんちゃん行かないっつって。 笑っちゃうよね。女より配信撮る男だから。女よりシルバー撮る男だからね。クソ野郎だよね、本当に。今日も明日も仕事？あ、マジか。まあまあ、ねえ。仕事があるっつうのは男としてはね、最高のことだからね。やることがある男はかっこいいよ。頑張ろう。個人事業主に休みはない。まあ俺もないよ。俺もないよ。本当にだから、一回その5年目、配信5年目経ったら2週間ぐらいちょっと休んでみたいよね。俺3日空けたことないんだよ、配信。で、配信外でも配信のこと考えるから、本当に1回配信からこう2週間ぐらい。で、その2週間って感覚、多分ね、みんなで言うところの1年とか2年とかなんだよ。そう、配信会って本当に目まぐるしいから、ずーっと現場にいるからさ、一回ちょっと、がっつり稼いでさ、休みたいよね。一回その、フレッシュに配信を抜いてみたい。どういう風になるのか。もう自分の中でね、配信が当たり前になってるから、あ、俺のこと？俺、ワドーって言うんだけど、配信5年目だね。配信5年目。で、シルバーワックス4日目。で、一応、まあまあ、あんまり肩書きとかあんま好きじゃないんだけど、なんだろう。一応まあ、メインの収入は配信。一応、プロ名乗れるのは今のところ配信かな。まあね、なんか、いい出会いになるといいな。なんここは ドラマチックなことがいっぱい起こるわけだから面白いよ。多分、見てて。
三番のところで名前よく聞くぐらい。俺の名前はどうはよ。ああダメだよあいつは。ワドは今年消える。こんな感じでしょ。ああ投げるげーっつって、うん、いやありがたいね。シャンマンと全然今絡みないのに。ってことはなんだ、シャンマンリスナーか。もともとその俺がこの世界入ったのがシャンマン見てたんだよ、YouTube で。でなんか楽しそうに仕事やってんなと思って。ああそう、シャンメン立川の狂犬が枠開けた。俺は普段アトリエで仕事してるから別にいつも見てるわけじゃないけど、あのおっさんは長いじゃん。ちゃんまんはもう10年プレイヤーかな ?11 年目かな。多分その、今現役で大手で最古さんって言われてんのが、ちゃんまん、長井先生、鮫島さんの3人だね。で、ちゃんまんがその中では一番若手に入るのかな。長井先生、鮫島さん、うなちゃんまんの順番。最前線でやってんのもすごいよね。佐野レジェンドだからね。あ俺だからチャンマンとかからしたら若造でしょ、うん、クリスマスケーキ取りに行ってきたのだが、ケーキ屋のオーナーさんにメリークリスマスって言われて何も返せなかった俺、日本人。日本人だね。え、この時間にケーキ取り行ったの？あ、パーティーかなんかやんの？そうそう。うん。わかるわ。なんかこう、急なね、なんかこう、振りをしてくる店員さんとかきついよね。なんか正解何だったんだろうって考えることあるよね。わかるわかる。あの時の返し何が正解だったんだってわかるよ。メリークリスマス。クリスちゃんではない。なんか最近思うんだけどさ、のんちゃんと出会った頃っていうかさ、付き合いたての頃っつうか、あの写真見たんだけど、のんちゃん若くなってるな。なんかやっぱなんかあるのかな、若い彼氏と付き合うと若くなるとかあんのかな。明らかにね、なんかあれって若くなってるぞと思うんだよね。なんかそんな感じしない？なんか1年しか経ってないんだけど付き合ってから、なんか若くなってるんだよね。あるのかな、そういうの。ああ、努力してんのかな。うん、エクステつけたりね、つけまつげつけたり。
はい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 。もしくはね、鮫島のぞみ、お姉ちゃんね。飯田さんの彼女ものんちゃんだし。なんか偶然かぶったんだよね。別に謝んなくてもいいけど。女乙女、ああ、それはそうでしょう。女性は墓場に行くまで乙女だよ。この棒は何ですの？ちょっと待って。最初の原型がもう崩れちゃってるからな、原型が。難しいな。ペンダントトップなんだけど、今日だいぶ削り込んだな。こういうイメージかな。ちょっとイメージが伝えづらいんだけど、こういうペンダントなんだけど、ちょっとパーツの精度が全然違うから伝わりづらいと思うんだけど、こういう、最初こうだったじゃん。ちょっと待ってね。ロンギヌスの槍、よく言われるんだよね。でもね、あると思うよ、ロンギヌスの槍。最初こうだったの、このパーツが。わかる？だいぶ削ったな、今日で。最初の厚みがこれだね。この2つの厚。で、こうだったんだけど、この棒の部分をこう表現したいっていうことで、わかる？ここのまっすぐの棒だった部分を別パーツとして今組み上げてるのね。パーツ分解しちゃうね。ペンダントトップの。だから何なのかって言われたら何なのかわかんないね。何っていう名称がないから。なんて答えていいかわかんないけど、棒だね。棒です。そうそう、それすごい、X さんも言ってもらえて、その何かができるようになるってことは何かを失うことって言ってて、その30年間でとんでもない技術をこう積み上げていくんだけど、アイディアみたいなものはどんどん失っていくから、こういうの見てて面白いって言ってもらえたのすごい嬉しかった。だからね、こういうのって意外とプロで思いつかないんだよなって。で、その実はもっと面白いことになるのね。そう、なぜパーツ分解したのかとかは製品になった時に分かると思うから、頭の中にあるんだけど今言いたくないの、ちょっと。それだけ大きい。多分相場で言うと7、8万ぐらいで売られるような重量、大きさとかで言ったら。だから3万円の価格で売るっていうのは結構勝負なんだよ、俺の中では。多分それくらいの手間とかがかかってるよ。そう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 、技術的にできるかどうかとか、そのセオリーとかを全く無視してやるから。だからね、X さんすごい考えてくれてて、その自由にやれ自由にやれって。もうそのバックアップは俺がやるから、その
なんつうの、もう自由にやれって、それが和道なんだよって言ってくれてる。うん、そう、まずやりたいことをどんどん言ってって、でどんどん表現してって、で技術的にできるかどうかっていうのはサポートするって。だから多分そのまあ今現時点で頭にある構想で、あのこういうものは売られてないっていうのはあるの。そう、見たことないものを作るの好きだから。だから多分そのもし俺の頭の中にあるものが 100% 表現できたら面白いって言うと思うよ。そのなんつうの、削り方とか粗いとかなんだとか、そういう細かいところは抜きとして、その発想っていう部分は、そこで勝負はかけたいと思ってる。で、さらに多分7パーツぐらい追加する、ここに。だからその普通のペンダントトップではない、完全に。うん、いやだから今回のこのプロジェクトの面白いところっていうのが、その俺一人だったら、その一回行ったんだよ、シルバー屋さんに。要は要はプロデュースだけやって、その OEM っていうんだけど、その要は権利を買い取るの、プロに作ってもらって。それね、もうこのワックスを作るだけで40万とかかかんのよ、造形師さんに頼むので。今度銀の製造だなんだかんだって中抜きされていくわけ。いや結局10個のシルバーアクセを作るだけで100万ぐらいかかんのよ。で俺諦めたの一回、こんなん採算合わねえわっつって。だからああいうのって要はどういうことかっていうと、スターウォーズの映画が公開される、スターウォーズのリング作るっていう、その人向けなのよ、会社向けっていうか、配給元がでかい。で2000個ロットで売れます、採算合います。だからそのキャラものって高いじゃん。そう、普通の指輪の重さだったらさ、1万5000円とか1万2000円で売ってるものがさ、キャラクターのガンダムとかのさ指輪とか3万とかするでしょ、エヴァンゲリオンとかだろうね。うん、 OEM の元でしょ。そう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 、うん、だからそこを利用するのは実力的に無理ってなったんだけど、今回何がすごいかっていうと、その要はあの俺は和道くんで儲ける気ないと、和道くんの配信すごい好きだからって言ってもらえて、その今この状況をタダで使わせてもらってるわけじゃん。だから本来その40万50万でかかるコストっていうのをゼロにできる。そうで、まあ儲かったらちょっとなんかでかくしてこうよみたいな。そうそう、ロイヤリティと権利の関係と、その制作の攻防の状態で、さらに言ったら俺が素人の技術で作り上げても、その最終的なそのなんつうの、商品に落とし込むまでの技術っていうのがさ、その X さんが持ってるわけじゃん。だからみんなのところに届くクオリティっていうのはさ、その裏打ちがあるわけよ。だからそこは武器だと思ってるよ。うん、だからそのさっきこれくらいの重量度は10万ぐらいって言ってたけど、そのデザインはともかくとして、それくらいのクオリティのものをその値段を下げて売ることができるっていうのは勝負だと思ってる。うん、あとは受けだよね、ブランディング戦略だと思ってる。でもその俺と X さんは今あの海外なんじゃないかって思ってるのね、マジで。だからちょっと海外行くかもしれない、アメリカ行くかもしれない。そう、日本人が作ってるっていうものを海外で取り扱いたいっていう人が、あ、そのコネクションがあるらしいのよ。ちょっと向こうに売り込みに行くかもしれない。うん、ちょっとつてあんの。だからそのさっきのニューヨークっていうのはネタっぽく言ってるけど、結構ガチな話。うん、全然いける。ただ売れるかどうかは蓋開けてみないと分かんないよ。でも売る気満々だけどね。
これよりでかくなる。これより確実にでかくなる。パッケージは霧の箱。いや、それね、そうそうね、さすがだわ。御徒町に行って霧の箱だったの、俺が手に取ったの。で、X さんと俺も霧の箱で、焼き印で和道だねっていう話だったの。そう。まさにそこ。そう。本当にそれで売ろうと思ってたの。だからパッケージの話とかもさ、全部、その、どういう風にしようかっていう話してて。そう。だから、そう分かってる。俺のやりたいことが。そう。うちのは霧の箱で売る。そう。まさにそれ。でもその棒を見てもらってロンギヌスの槍っていうのはなんかそうなんかねちょっとやっぱ伝わってるなっていうかもう、うん手応えあるよ俺の中で 7% もいってないようなさ段階でコンセプトが伝わってるからやりたいことの表現が伝わってるからいけるとは思ってるけどね俺自身は。あとはもうそのマーケットで誰と組むかだと思ってて、俺は正直言うとほらビジネスの世界長いから、あのね、正直言って物が良ければ売れるっていう世界じゃないのよく分かってんの。逆に誰と組むのか、誰が身につけてるのかっていう勝負だっていうのはもう散々学んできたから、そう。いいかどうかじゃないんだよ。人を真似るのね。人間って。だからかっこいい人がつけてたらかっこいいんだよ。だから要は誰をターゲットに最初にターゲットにするのかって問題だと思うの。そう。誰をターゲットに。だからね、その、やっぱり、なんだろうな。ブランディングなんだよね。だから俺はね、正直言うと、今までその営業っていう仕事をずっとやってきてさ、物は何でもいいから売る技術っていうのを磨いてきたわけ。でも、いいものっていうのは勝手に売れるのよ。ブランディングが終わってるものっていうのは。で、俺営業マンやっててずっと思ってたの。要は、勝手に売れるものを作らないとダメだなって。勝てないなって思ったの。で、その、今回その作る側に入っていったっていうのはそこなんだよね。だってさ、もう、問屋でさ、おろしてさ、和道の刻印シルバーで、もう、綺麗なものが売ってるんだもん。安く、1000円で。それに焼印銃ってさ、和道って掘って、売れるじゃん。和道グッズだって言って。でも、それって結局、リスナー騙しじゃん。俺からする。金儲けじゃん。要は、ステッカーとか投げ銭になっちゃうから。そうじゃなくて、自信持って、その、なんつうの、プッシュして売れるものを作りたかったんだよね。付加価値、ジャスティン・ビーバーにつけさせとけ、要はかっこいいものを作るかどうかでしょ。でもそのかっこよさって何なのかってすごい難しいんだよ。
俺ね、正直、いろんな意見あると思うんだけど、俺、クロムハーツってかっこよくないと思ってんの。正直、俺の感覚で言うと。でも、クロムハーツはすげえと思ってんの。そう。クロムハーツって、俺の中では、あるものなんだよ。世の中に多分、クロムハーツが出る前からあのデザインはあったと思うの。クロムハーツが攻めたところってね、もっとその根本的な部分だと思うんだよね。その重量感であったりとか、ダイナミックさとか、そのシンプルさが受けたんじゃないかっていうか。だからなんだろうな、例えばなんだけど、ゴローズよりもクロムハーツよりも精巧で技術的に素晴らしくて安いものって世の中にあるはずなんだよ。だけど、その売れるものと売れないものは何なのかっていうのは、まさにその俺がずっとやってきた畑だと思ってるから、だから面白くなると思うよ。実際面白くなると思う、今回のプロジェクトは。で、あと、その配信者だっていうのも武器になると思うし。だから、結構噛み合ってるっていうか、今までやってきたことが全部無駄にならないよね。貫禄ついてきた？そう。似た商品なら結構あるデザインパクりゃいい。パクりゃいいっつうかね、もう出回ってるんだよ、いいものは。で、いいものは欲しいわけじゃないのよ、顧客っていうのは。要はね、その価値が欲しいんだよ、価値が。要は、クロムハーツのデザインが好きなんじゃなくて、クロムハーツをつけてる自分が欲しいの、多くの人は。ゴローズをつけてる自分が欲しいのね。で、結局それを作れるかどうかなんだよ。要は和道を身につけてるのがかっこいいっていうものにまで俺は落とし込むことができると思ってる。今回これができたら。和道をつけることがステータスっていう。だから、その最終形は、最初はそのリスナーさんにその販売するということなんだけど、俺ね、実を言うと今回のプロジェクトってこれを売る相手はリスナーさんじゃないと思ってるの。俺が勝負しなきゃいけないのは。だから、その、なんだ、配信の企画の一個じゃないの。俺にとっては。その実業なのよ。もちろん配信全部載せるけど、そう、リスナーさんに買ってもらって成功じゃないの。儲かったね、小銭儲かったねで終わらせないの。だから全部見せるよ。取引であったりとか、その、どこに置かれるとか。要は、俺のことを知らない人が一人でも身につけたら勝ちが始まるの。俺は落とし込むのに7年はかかると思ってる。7年。最短で7年。で、10年ぐらいかかると思ってる。ただ、俺の強いところは諦めないのよ、俺。無一文でここまで来てるの。で、その、俺にとっても何か次に行くステージになるきっかけっていうのを探してたから、俺はこれだと思ってるね。その、配信とコラボをさせつつ、何か持っておかないとっていう。俺はこれだと思ってる、完全に。次に行くの。ビンビン感じるね。まあね、途中で諦めるんだよ、人って。何かがあって、いろんな事情があって、それはお金なのか人なのかってそれぞれあるんだけど、タイミングとか。要はね、10年本気でビジョンを見て物事に取り組んだらね、絶対うまくいくの。そう。だから大丈夫だよ。
俺はあんま心配してない。時間がかかるだけだと思ってる。ただ単に。やりゃいい。ただやればいい。淡々と。で、その和道っていう名前が多分ね、いいんだと思う。日本人にはピンとこないかもしんないけど、俺は海外行けると思うよ、全然。うん。今ね、誰と組むかなんだよ。俺は X さんと組んでるから、もうその現段階ではその、なんつうの、いいスタートを切れてるわけよ。で、次に、今度、ね、また次の人が現れるんだと思う。初見さんいらっしゃい。次のドラマが始まって、そのいい人と出会っていけば、どん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 商売なんて勝手にうまくいくもんだと思ってるから。要は、いい人と出会わなかったら終わりなんだよ。ただそれだけでしょ。で、俺、その運がいいんだ。人よりも。だからそこはね、自信があるんだよね。出会うべくして出会うと思ってるから。要は本気でやってるかどうかでしょ。
全てのスタートはそのこいつができないことには始まらないからね。だからその和道1号が完成した時に夢が始まるんだよね。スタートなんだよね。まだスタートラインに立ってないから。いや、マイナスから始まるのが普通、ゼロからか。やっとスタートしたばっかりだから、まずこの子が出来上がってからだよね、すべては。まずそっからだと思ってる。そっからいろんなものがどんどん始まっていくと思ってるね。この子がどうなるかだよね、本当に。1号は誰の手に？いや、一番最初に買った人でしょ。一番最初に買った人の手に行くんだよ。いや、一番最初に俺の価値を見抜いた人だよね。だから俺に一番最初に声かけた人に売るよ。声にかけたっつうか、買いてって言った人に売るよ。それは誰になるのか俺は分かんないよね。誰になるのかは買った人だから、蓋開けてみないと分かんない。最初に価値を見抜いた人が買うんでしょ。いや、もう10本ぐらいもう予約来てるよ。まだできてないのに、予約が来てるよ。だから、そのね、のんちゃんにってよく言うんだけど、俺はのりこに一番大事なものをあげてるから。ものじゃないのね。のりこに一番大事なものをあげてんの。それは俺の時間ね。俺と一緒に過ごせるっていうのはさ、のんちゃんしか持ってない権利なんだよ。それを一番よく分かってんのはのんちゃんだよ。俺のそばで俺の人生をずっと見ることができるんだから。そう。別にね、物なんか買えば手に入るんだから。そう。それはお金じゃ買えないんだよ。俺のそばにいるっていうことは。本当に価値のあるものっていうのは、そのお金じゃ買えないの。そうだと思うよ。後に買ったものの方がクオリティ高くなるよ。そんなのはどの製品もそうだから。だからそれが目利きができないんだよ。クオリティ低くても、初期作品は値段跳ね上がるでしょう。クオリティ勝負をしてる時点でもうそこはダメなのよ。発想が違うの。そりゃそうだよ。人が作るものだからクオリティはどんどん上がっていくよ。ただそこに価値があるかっていうとまた別の話になってくるの。クオリティが高ければ買いたいんだったらプロの手から買った方がいいわけじゃん。さっき言ったじゃん。5万といいものは世の中にある。腐るほどある。そう。だけど、いいものかどうかは別。価値のあるものかどうかはまた別なのよ。欲しくなるものっていうのは、だから、そのロストナンバーが欲しかったりするわけじゃん。そのもう売ってないものが欲しくなったりするわけじゃん、人間って。そこを目利きできるかどうかじゃん。多分さ、これを作って同じ型で作るとしても刻印変えたいとか後で変わるわけじゃん。リーバイスでも何でもそうでしょ、ジーパンでも。その時に、うわーって、初期ロットじゃんとかなるわけじゃん。
初期和道の刻印じゃんとか。そうだから、そのだったらそのクロマハー使えばいいし、ゴロー使えばいいし、ティファニー買った方がいいわけじゃん。そこはだから目利きとその人を育てるっていうか、その自分の愛する商品を育てることができるかどうかだよね。顧客も育てるのに人や買うわけだから。いやだからね、成功してる人が周りにいるかどうかで価値観変わる話だと思うの、これって。要はね、成功してる人ってこれから成功するものを育てたいの。そういうものを探してるの。なんでかっていうと、その自分は成功できたわけじゃん。お金も手に入った、地位も名声も手に入った。次何が欲しくなるかっていうと育てるんだよ。だから本当に成功してる人って、その人を育てることにすごい力を使うの。才能のあるものとか見出そうとするの。試したくなるんだよ、自分の思いとかを継いでいきたいから。人間っていうのは、自分の、それは子供作るのと同じで、そう、自分の才能っていうのを自分がこいつだって思ったものに託したいのよ。そう、本物はね、あ、要は俺に投資するかしないかって話だ。俺の商品買うか買わないかっていうの。だからビットコインと一緒。ビットコインが0円だったやつに、ビットコインに乗っかったやつは今1000億とか稼いでるわけでしょ。だから今ビットコインでああだこうだって言ってるやつは損するし儲からないやつでしょ。小銭しか儲からないやつよ。で、おそらくは騙されて引っかかって、そのなんつうんだろう、資産を溶かすやつだと思ってんの、9割の人間は。だから俺は1割の人間、そのなんつうんだろう、目利きができる人間にだけ売りたいね。俺の価値を理解してくれてる人だけに身につけてもらえばそれでいいと思ってる。普通の人には、目利きができない人は10年後買えばいいんじゃんっていう。10年後買えばいいんじゃないのって。俺は和道さんから直接、和道1号を和道さんからもらったよって言えない人よ。青山本店で買ったよっていう人でしょ。だから2はさ、いやお前それ和道じゃないよって、和道っていうのは和道から買ったのを和道って言うんだよって飲み屋で言える人が本物だと思うよ。これがなんでできたか知ってるって。和道は和道から買わないと和道じゃないんだよって。それショップで買ったんでしょって。っていう妄想をしながら削るのが最高に楽しいね。俺の放送ファンタジーだから、っていうことを考えてる自分が好きだし、っていうことをやりながらこうダラダラと生活する、この大人の楽しさの、これを理解できないと
俺の放送にはついてこれないですよって。すべてフィクション、すべてファンタジーでも全部リアル。要は夢とか妄想なんで簡単に叶うんだよ。簡単。妄想を行動に変えればいいだけ。で、多くの人は妄想を妄想で終わりにするのよ。これを、そう、布団の中で、ね、寝る前に、あ、こうなったらいいな、ああなったらいいな、で終わらせちゃう。俺は違うの。やるの。言う、妄想するよ。でもやるから、俺は。妄想を行動に変えれば終わり。行動したら結果が出るから。結果を出せとか言うけど、やればいい。やらなかったら終わりでしょ。若い子でいっぱいいると思うよ。シルバーブランドいつかやるんだって妄想してる子は。で、本当にそのブランド立ち上げるやつと、ずっとその夢を叶えられないやつの違いは、行動しないやつだよね。諦め癖がつくんだ。何でもやってきた。だって、なんだろう、漫画喫茶のさ、無一文、道具も金も人脈も何もない状態で今ここに実際いるわけじゃん。だから結果見せてきたから、俺は。だから俺の話をその笑い話で妄想でその鼻つまむのかその指後ろ指さすのか、それとも乗っかるのか、それだけですよ。ウォルト・ディズニー、スティーブ・ジョブズ、ビル・ゲイツ、多分10代の頃、20代の頃、30代の頃は笑われてただろうね。うん、俺は男の勝負は40代だと思ってるから、明らかに結果がもう、結果が出ちゃう、40代っていうのは。だから俺は40代勝負だと思ってるね。40歳の俺はすごいぞ。30で行動できなかったらもう終わり。何やっても無理。40は結果が出てないと無理だと思ってる。10代20代前半だよな、妄想だけしてていいのは、許されるのは。だから俺に向かってよくさ、働けってコメントあるじゃん。働きたくねえからずっと頑張ってこうやってんだよっていう。そう、遊びたいから、遊びを仕事にしたいからこうやってやってきたのに、なんで俺に働けって言うんだっていう。働きたくないから頑張ってきたんだよっていう。でも不思議だよな、誰よりも働いてるよな。本当に不思議。誰よりも遊びたいと思ってたんだけど、俺誰よりも働いてると思うもん。配信者の中で多分配信時間一番長いの俺だって言い切れるもんね。全配信者の中で多分配信一番回してんの俺だよ、断言できる。明確に言えるね。配信時間一番長いの誰ですか？ワードでしょうって。いつもやってるでしょうって。いつ寝てんのっていうぐらいやってるでしょ。よく言われるもんね、いつ寝てんですかって。いや、12時間寝てるよって。ただ12時間働いてるんだよって。遊びを仕事に変えられる強さってそこなのね。
起きてる時間12時間寝たとしても12時間フルで遊んでるだけで仕事になるの。遊びだからできるんだよ、それは。遊びを仕事に変えられないと苦痛だから12時間できない。残業になっちゃう。起きてる時間全部その金に変わること、サービスに変わること、いや、とことん遊べばいい。そしたら楽しいだけで人生終わるよ。楽しみまくって金が生まれて、みんなを喜ばせて最高の人生になる。とことん遊び合い、気が狂ってるほど。ラーハゲさん？ラーハゲさんより俺の方が多分放送時間長いと思うよ。ランさんが一日どれくらいやってるか分かんないけど、俺は断言できるよ。多分ランさんより放送時間長いよ。この俺が配信始めてからのトータルだけで語っていいんだったら。ランさんの5年間と俺の5年間比べてみれば、俺データ出せるよ。先月のデータ俺は出せるよ。だから、のんちゃんは世界で一番幸せだけど、世界で一番不幸な女だよな。うん、それは本当にそう思う。のんちゃんは世界一幸せな女だけど、世界一不幸な女でもあるよね。原型は全部自分で作るけど、その仕上げの工程で、どうしてもその技術的にさ、やっぱ、その X さん30年やってて、俺は短いわけじゃん。だからね、そこ迷ってるところなんだけど、どうしても、その粗さが出ちゃうのよ。その粗さを良しとして、完全オリジナルでやってもいいし、その修正かけてもらってもいいと思ってるんだけど、そこ迷ってるよね。最終的に修正を X さんにお願いするのか、それとももう完全に俺がやるのか。だってさ、その時間との勝負なわけじゃん。どっかで妥協をするわけじゃん。で、その30年やってる人からしたらさ、ダメなもの、そのさっきリスナーさんの中で10年やってる人がいたんだけど、だけどそこで妥協はしたくないんだよね。で、人と組むっていう共同作業をすることっていうのはさ、お互いのその強いところを生かし合わないと意味ないと思ってて、それは俺の考え方なんだけど。だから俺はその X さんに最終的な仕上げはお願いしようっていう考えだけどね。できるところまではとことんやるけど、一生これやるわけじゃないから、俺はそのね、銀の世界極めようっていう考えはないから、極めなきゃいけないのは和道だと思ってるから。だからそこは全部はやらないかな、正直。だから最終的な、そのなんつうの、製品に落とし込んでみんながうわ綺麗っていうのは、やっぱりその X さんにお願いしたいなとは思ってるけど。仕上げはやっぱプロに。じゃないと金出して納得いかないでしょ。これで4か。だいぶいいとこまでいってると思うんだけどな。これで4。3まで落とすかどうかだよな。
要はさ、キャリーパミュパムってニコ生やってたんだよって話でしょ。要はね、そういうことだと思うの。キャリーパミュパミュってニコ生やってたんだよっていうのにすごく似てると思ってて。パミュがニコ生やってた時見てたの？いや、見てないけど。へえ。パミュと知り合いなの？いや、知り合いじゃないけど。へえ。ってことじゃないの？わかる？キャリーパミュパムってニコ生出身でに昔ニコ生やってたんだよ。あ、何？パミュのリスナーだったの？いや、私は見たことない。おー。何？パミュと友達なの？いや、会ったこともない。何それって話だ。その情報に価値なんかないでしょ。いや、しかもさ、そのシルバーの世界でも、その勉強になるんだよ。その原型師っていう、このワックスを削ったりとか、CAD を設計したりする人っていう専門家がいて、で、今度鋳金って言って、その銀を、そのロス、その型を取って銀にまで落とし込む人。で、銀を今度仕上げる人って3、4工程あるのね。みんながそのシルバーアクセサリーとして手に取ってるものって。で、その勉強になるんで、いろいろ。例えばその大黒屋とかでさ、新品同然みたいに中古品を売られてるけど、あれってそのまあそのこの世界にね、勉強させてもらって分かったことなんだけど、なんであんな綺麗なのかっていうと、そういう工場専用の工場があるんだって。で、その中古屋さんから入ってきて、新品みたいにしてくださいって言って磨きをかけるのよ。いや、傷を取って。そう。っていう、その、やっぱ、その、一個一個の世界で奥が深いのよ。でも、俺らは知らないじゃん、そんなの。でも、俺は、そういうものを、実際に生で、その、見て、体感してってやるのが好きだから。だから、勉強になるよね。いろんな世界があるんだなって。いや、裏側ってことね。表側は、ショップでしょ？要は。パッケージングされたものを買うわけだから。そこにあんまり魅力を感じないんだよね。誰でも、金さえあれば誰でも買えるものだったら、その、高いもの争いになっていくわけじゃん。俺はこれ買える、俺はこれ買えるっていう。でも、つながりとかってさ、っていうのはさ、やっぱりその、付き合いがないあったりとかさ、その人として好かれたりとかさ、そういうもので成り立つ世界だから。だから、なんだろう、友達いっぱいいるやつが人生面白いと思うな。仲間がいっぱいいる人っていうか。で、まさにその梱包をする人とかさ、いろんな多くの人間が関わるわけじゃん。つながってるんだよね。で、まあよく話するんだけど、やっぱり間違ってなかったな、良かったなと思うのが、やっぱりその自分のやりたいことをやり続ける仕事にするにはどうしたらいいのかっていうのを本気で考えてたわけ。昔、5年前、6年前。まあ、もっと昔から考えてたんだけど、その時は落とし込むことができなかったから、その、いろんなバイトとかやったりとかして食うことから始めてたんだけど、だん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 見えてくるわけ。で、5年前たどり着いたのが、時間と場所に制約されないでお金を稼ぐこと。で、
ようやくそれが形になったわけじゃん、みんなのおかげで。みんなが俺のこと食わせてくれるから、花火あげてくれてね。で、だからこれができるわけよ。今だってもう7時間経ってるわけでしょ。7時間、8時間か。もう8時間これに没頭できてるわけ。でも、その配信っていうのを頑張ってこなかったら、これをできないんだよ。8時間働かないといけないから。だから、そのアルバイトをするとか働くっていうことは、実はその、なんだろう、リスクなんだよね、俺にとっては。今本当にありがたいよ。みんなが作ってくれたんだよ、この時間を。みんなが作ってくれる。だからみんなと一緒に作ってるようなもんだよ、この製品は。みんなが作ってくれた時間で生かされてるわけでしょ。チャンスをもらったわけでしょ。一人でここまで来たわけじゃないのね。何が言いたいかっていうと、花火をよこせって話なんだよね。今はね、ワックスを作ってる。ワックスを、原型だね。原型を作ってる。確かにアルバイトすること、俺はリスクだと思うよ。俺にとってはね、人によって全然変わると思うんだけど。人とか立場とかタイミングとかいろいろある。俺もアルバイト頑張ってた頃もあるし。でもアルバイトやりながら学んだことは、これはダメだなって。なんか、どうすりゃいいんだろう。X さん、何これ。なんだこれ。X さん、 X さん、 X さん、 X さん、何これ、何これ、何、何これ、 X さん、 X さん、どうすりゃいいんだ？何が起動したんだこれ。何これ、何これ。どうすりゃいいんだ？どうしたらいいですか？何が動いてるんですかこれ。いや、X さん、起きてください。何かが動いてるんですよ。何、何、どれ？どれ？パソコン？なんだ？何が動いてんの？何これ。X さん、起きてください。何かが動いてます。起きて。X さん、X さん。ねえ、ベッドから落ちてるし、なんかが動いてるんですよ。ねえ、X さん起きて。何これ、何が動いてんの。X さん起きて。これなんすか、これなんすか。なんかウィーンって言ってるんですけど。いや、って。何が動いてんすか。止めたいんですけど。寝ないで。なんすかこれ。ちょっと待ってください。なんだ、大丈夫か？なんかほっといていいって言われました。なんだこれ、何が動いてんの。あ、これか。どれだ。なんすかねこれ。
何が鳴ってるんすか。あ、大丈夫っすか、大丈夫っすか。なんか暴走してますよね、何かが。勝手になり始めたよ。なり始めましたよ。これっすか、これじゃないですか、粉塵機。あ、これ違うか。なんだ。あ、ありがとうございます。はい。ありがとうございます。ああ、よかった。死ぬかと思った。なんでこれ勝手に動いたんですかね。よくわかんないですよね。よくあるんですか、こういうこと。勝手に動いたりよくあるんですか。あ、和藤だから。ああ、うん、なるほど。よいしょ。そのレベルじゃ売り物、そのレベルじゃ売り物にならないぞ。クロム、カボールとか持ってるけど、露天のレベルにも達してない。お前に俺の価値が分かるわけねえじゃん。お前に俺の価値が分かるわけねえじゃん。え、お前に売ると思ったの？売らねえよ。バカなんじゃないの？あの、うちは客選ぶから。入店禁止だわ。あ、大丈夫っすか？大丈夫っすか？あった、ぶつけた。はい。うん。バカすぎるでしょ。客選ぶんで。あ、アルバイトすることはリスクっていう深い話を再度お聞きください。いや、バイトはリスクでしょ、うん、ていうか遊ばないっていうのがリスクだと思う。人間に生まれてきて遊びを知らないっていうのはリスクだよ。そう、本気でかっこいい遊びを仕事にできる人は俺はあの勝ち組だと思うね。うん、俺の、ああ、風船ありがとうね、風船ありがとう。要は価値のわからない人に売らないですよ、うん、ものによって値段違う。いくらぐらいですかね。値段を見ても買い物をする人は多分俺の商品向いてないと思います。あの、値札を見て買うんだったら値札がついてるお店行ってください。はい、値札を気にする人は買えません。うん、あの、いくらでもいいから欲しいっていう人に買ってほしいですね。いくらでも買うと、うん、いくらでも買うと、うん、そういう人に、身につけてもらうアクセサリーなんで、うん、どうぞよろしく。世の中のサラリーマンは、いや、だから、なんだろう、サラリーマン、いや、サラリーマン大事だと思うよ、俺は。サラリーマンは大事でしょ。うん、だから俺は、その、
サラリーマンできなくて、その要は人に言われたことをできない、期限を守れない、朝起きれないんですよ、うん、で約束も守れなければ、あのちょっとドジなんですね、うん、だからまあサラリーマンできる人はすごいですよ。俺にはできない生き方なんで羨ましいですよ。人によってさ、何がリスクか、何がね、リスクじゃないかっていうのは変わると思うんですよ。ありがとうございます、ロボボさん。よく潜って見てますが、生き方憧れます。ありがとうございます。うん、彼女いますよ。はい、俺、彼女を切らしたこと一回もないですね、人生で。彼女がいなかった時がないですね。ずっと。まあ付き合う付き合わない別にして、ずっと女性はいる人生かな、うん、まあそうだね、比べても意味ないからね。何かと比べる、クロムハーツとかゴローズとかティファニーとかなんだかんだっていう人いるんですけど、僕そのなんだろうな、何誰ティファニーと比べて僕作ってないんですよ。ライバルティファニーじゃないんですね、うん、そのライバルゴローズじゃないんですよ。そうじゃなくて、今までになかったものをただ作ってるだけなんです。今までになかったものを、そう、だないものを作ってるんで、うん、僕は、了解です。はい。はい。はい。いいですね。うん。そうそう、そういうこと、そういうこと。
俺はそういうことクロムハーツとかね、ティファニー、要はティファニーさんとかクロムハーツさんだから、和道さんだから、そういうこと、はたから言う人間がクロムハーツさんのことをね、お前クロムハーツさんかよっていう、ティファニーさんじゃないでしょって、だからティファニーさんとクロムハーツさんとお話しするならわかるけど、そうそう、そういうこと、そういうこと、和道さんだから、ティファニーさん、クロムハーツさん、和道さん、そういうこと、そういうこと。あなた誰さんですかっていう、そういうこと。ティファニーさんとお話、ティファニーさんの話はティファニーさんとしますっていう、クロムハーツさんの話はクロムハーツさんとしますっていうことだよね。和道さんだから、そうそうそう、マウンティングほどくだらないものはないから、要は劣等感の塊なんでしょ、そこで張り合うつもりないよ。だから2チャンネルでレスバトルでもしてきなさいって話でしょ。謙虚になればいいとかじゃなくて、なんだろう、普通に人間と人間が会話するんだから、自分の生き方で語る人は俺はかっこいい人だと思うけどね。俺はこういう人生だったんだよねっていう、いいところもダメなところも含めて、でいいところばっかりの人間なんていないんだから。でもさ、他人の名前を使って自分すげえだろうっていうのはまあおかしいわ。だって自分の名前に自信持てないだけでしょ。
お前ティファニー俺持ってるけどそのクオリティじゃとか言って意味が分かんないもんね。お前ただの客だろみたいな。ティファニーからしたら。そう。創業者のティファニーさんに会ったことあんのかよって話でしょ。人の名前を使う人ほどかっこ悪いよね。虎の威を狩る狐。ね、その人の人生だから。そういう生き方なんだろうけど。理解には苦しむよな。
いや、実力っていうか、まあ、恵まれててさ、こう、人に助けられてここまで来たから、実力とかはよくわかんないけど、嫌うっていうか、なんか自分の人生で語ればいいのにもったいねえなとは思うよね。なんかその人の名前とか人の生き方を語るのってすごい容易なんだけど、中身ないんだよ。さっき例えばさ、コメント欄にあったけど、荒野とか数軍曹に抜かれて、惨めだなとか悲しいなとか書いてるけど、数軍曹でも荒野でもないやつが何を言ってるんだろうって思うの。全然意味が分かんないじゃん。別に俺、数軍曹とかと荒野とかと比べてここまでやってきたわけじゃないし、まず大前提として。で、荒野でも数軍曹でもないやつに悲しいなって言われて、お前の生き方が悲しいわと思う。そんな人の人生にコミットして大丈夫かみたいな。そういう人間はよく分かんない。いつも誰がああだとか、誰がこうだとか、そんなことばっかり考えてるんでしょ？やることやれよっていう。ね。多分、お母さんは働いてって言ってると思うぞっていう。そう。ハローワーク行きなさいっていう。信じるとかじゃなくて考えろだよね。感じて考えろって、考えて考えて考えて行動しろっていえないやつはダメ。行動しないやつはダメ。もうこ、あの口だけのやつ大っ嫌いなんだよね。自分の言ったこととか、自分の考えてることとかをただやればいいだけだから苦手なんですよ。その
自分で言い出したことをやらないやつ大っ嫌いの。自分との約束は守らないダメでしょ。別に間違ったこと言ってないでしょ。普通のこと言ってるだけだよ。うん。なんか当たり前のこと言ってるだけだよ。社会人として普通のこと言ってるだけですよ。だからクロムハーツは、俺クロムハーツさんがクロムハーツ作ってる時に考えてたことを理解できるよ。多分クロムハーツさんはビジョン見えてたんだよ、クロムハーツを作る時に。明確なビジョンがあったんでしょう。
ゴローズもおじいたん亡くなって魅力半減しちゃった。伝説やっぱ本物なんだろうね。五郎さんから買いたいっていうことなんだろうね。まあでもほら、次のクリエイターはどんどん生まれてくるわけだから、世代交代があるわけじゃん。だから次の時代を楽しむといいんじゃない？それはその身につけるアイテムをさ、自分のお気に入りのアイテムを探す楽しさでもあるわけじゃん。別れがあったら出会いがあるから。お父さんの作品って、あ、俺自体がもう作品だから、俺が作品だよね。アイアム作品だから。愚問かな、それは。
リスナー購入できるんですか？リスナーさんには1割引きで売ろうかなとは思ってますね。あと、リスナーさん特別に1割引きなのと、あと、完全受注生産なんで、名前とかね、掘ってとか、簡単に掘れる文字とかだったら、どっかに刻印とか入れてあげようかなと思って。買えますよ、リスナーさんも。にわかには売りたくないけど、あんまり。にわかはショップで買ってって感じだよね。アドリスナーには、僕が直接手渡して、販売します。
まあ和道っていうネームがあるから、そこは大丈夫だと思うよ。和道の刻印ちゃんと入れるから、それは安心していいよ。全く問題ないでしょう。一点一点ちゃんと刻印入れるから全く問題ないです。安心してください。まあね、不安なところだよね。そこはね、リスナーさんも「え、ちゃんと刻印入るの？」っていう。おはよう、この社員おはよう。そうそう、集中して作ってる。せっかく工場でね、恵まれた環境でやらせてもらってるから。だいぶ一帯を見る、今現段階、どうなってるか。近くで見せてあげるよ。特別。今こんな感じですね。結構削り込んだっつうか、まあいいんじゃないかな。結構いいね。いいでしょう。今見せてあげるから待って。なかなかいい出来じゃないですかね。いい感じですね。いいでしょう。おしゃれ おしゃれだろう。この この小学校の頃にカッターナイフで削った鉛筆を思い出すだろう。いいだろう。なんかこう なんかこう子供の頃のさ、こう記憶とかいろいろこう手に取るとね、やっぱり思い出すと思うんだよね。こう 鉛筆削ってたりしたろ。それをこう自分の胸元に
いいだろう。いいだろう。おしゃれだぜ。色がいいね、色が。何より色がいいね。おしゃれだろう、ほら。これがポイントだね。この削り出し感と手作り感のコラボ。いや、もうまた予約入るな、これ。また予約殺到だわ。この武骨な、この削り出した感じと、このだからもうほんとコラボレーションだね。コラボレーションいいだろう。予約殺到だな、これ。このダイナミックさ。これはね、売ってないよ、本当に。これ買えないよ、お店じゃ。これ買えません。わかる人にはわかると思います。わかる人にしかわかりません。いいでしょう。わからない人はわかりません。おしゃれでしょそうだね。和道彫りですよ、これが。和道彫り。エッジが和道の彫り方だわ、つって。多分パチモンとかも出てくると思うの、数年後には。流行っちゃって。だからそういう時はそのカッターナイフの刻みを見てもらいたいっていうか、これパチモンだなって。和道彫り表現できてないなーって。だ、本物を分かる人じゃないと偽物つかまされちゃうよね。なんだこれ、和道のパクリもんじゃんって、パチモンじゃんって言われちゃう。マジかよって。そう、いずれは鑑定書とかつけることになるんじゃないの。なるほど。
おい、おはよう。彫金ではないね。ワックスだね。ワックスです。おはよう。久しぶりだね。シルバーブランド立ち上げてるから、そうだね。ニューヨーカーのおしゃれを作ってるね。ハリウッドセレブのおしゃれを今作ってるところ。細かい作業好きですよ。はい。大好きっすね。楽しいです。もうやめてのノリが面白すぎる。もうやめてすげえ好きなリスナーだわ。こいつ分かってるわ。 こいつ好きだわ。絶対こいつとうまい酒飲めるわ。
そうそうそう、うん、やっぱね、やるんだったらさ、とことんやり込みたいじゃん。あっと驚かせるもん作りたいじゃん。うわ、こんなの見たことねえっていうの欲しいでしょ。だからね、今ね、頑張ってんだよ。みんなが見たことないものを作ってる。これはやばい。あ、来た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 。来てる来てる来てる。た。これはやばい。おう、レンギスさんハートありがとう。うん。これはクロムハーツ超えるわ。ていうか、超えたわ。和銅ハーツだわ。超えた。完全に超えた。いや、マジでこれやばいよ。マジでこれ、俺もうこの時点で欲しいもん。あ、正直ね、20%ぐらいだけどまだ。正直、超えたね。もう現段階で。たった4日目にして、超えた。すごいわ、これ。すごいものができてる。すごいよこれ。ちょっと待ってね。じゃあ比較するためにこうね、こうしないとみんな分かんないから。見る？すごいよこれ。すごいものができたよ。いくよ。ちょっと待ってね。見せちゃうか。この分かる？見て、どう？見て、どうよ、どうなの実際。ああ、見てよ、早う。やばいでしょ。やばくない？欲しいでしょ。どうよ、この肌触り。いいでしょう。やばいでしょ。どう？いいでしょう。いいでしょう。これはすごいわ。これはすごいものができてる。すごい。
すごい。いいだろう。欲しくなった？どうよ。やばいね。やばい。よいしょ。うん。全部自分だよ。全部だって削ってるところ全部作業全部載せてるから。うん。いやもうそのレベルでしょ。え、これ本当に和道がやったの？っていう。ねえ。うん、いやーすごいよ本当に。全部手作業だからね。いいでしょう。来てる来てる。いいねいいね。これくらいかな。この辺かな。いいだいいだ。なるほど。もう一工程かな。うん、だいぶいいね。だいぶいい仕事したね今日は。あ、いいじゃんいいじゃんいいじゃん。あ、いいじゃん。だいぶいい仕事した。サンドペーパーここにいっぱいあるじゃん。うん。画面に吸い込まれそうになった。いい目をしてるね。いい目をしてるね。うん、これは売れる。これは売れるわ。これは売れる。やばいな、売れるな。これ売れるよ。やばいことになると思う。削り出しだよ。すごいものを作ろうとしてんな俺は。うん、いいねいいね。うん、いいよ。いいね。いいね。いいね。これはネックレスだからイメージだけどこうだね。うん、首にこう、こうおしゃれだろう。胸元にこうだね。イメージとしてはこう。わかる？ちょっと青だから見づらいけど、いいだろう？いいだろう？わかる？これが、これがみんなのここに。ああもうぴったり。いいね。女の子とかね。いいね。ユニセックスだね。逆に女性の方が売れるんじゃないかな。これ。欲しいっていう人、女の人多いと思う。感性が女性だから、俺。これ多分女の子に売れるな。見えてきた客層が。客層が見えてきたわ。
女性欲しがるだろうね。いや、これ女の子が欲しがるね。いや、いや、意見が欲しいとかじゃないから。俺は分かるから。谷間に食い込む感じとか見えてきたし。胸元めっちゃセクシーになると思うよ。おい、メリークリスマス、ハピネスワード2。これは売れるわ。手応えありだね。手応えしかない。クリスマスのプレゼントにはちょっとなあ、もったいないでしょ。婚約の時とか、なんかこう会社が上場した時とかさ、引き出物とかね、そういう感じだと思うな。メガホンありがとう、ハピネス。アイテムありがとう。どんなの作ってんの？まあ、こんなのだね。ツイッターに画像が載ってるよ。値段は3万切るぐらいの価格にしようかなと思ってるね。できれば。3、5ぐらいになっちゃうかもしれないけど。いや、もう国宝だね、国宝。刻印もちろん。刻印はでも表には出さないけどね、バーンとは。もちろんつくよ。ワードって。安いでしょ？予約殺到だよ、本当に。今欲しい人何人ぐらいいる？絶対手に入れたいっていう人、手挙げて。何人ぐらいいる？今。リスナーさんの中で今もう欲しいわ、予約まだですかっていう人。まだね、予約販売はまだまだ先だけど、ちょっと意見が聞きたいな、欲しい人の。ちょっと手挙げて、欲しい人。これはやばいね。20人ぐらいか。目が肥えてんな、うちのリスナーは。まあ30はいくか。100人のうち30人か。
いやいや、目肥えてると思うよ、正直。ああ、わかるんだなーって。まあね、100人いる中で30人が欲しいっていうのが現状ですよ。先っぽとんがってますよ。先を尖らせてなんぼみたいな世界だからね、シルバーの世界は。尖らせれば尖らせるほど売れるって言われてるから、尖らせたもん勝ちだよね、この世界。完成品見たらもう全員買うっていうレベルじゃん。冷蔵庫、テレビ、ワードみたいな。電子レンジ、ワード、冷蔵庫、テレビ、電子レンジ、ワード、洗濯機みたいなね。冷蔵庫、テレビ、洗濯機はどう？鋳造は自分でするかしないかっていうか、鋳造の意味がちょっとよくわかんないね。そう、俺は今を生きてるから、今やるべきことにコミットするタイプの人間だから、まあ、正直何言ってるか全然よくわかんないかな。そういう専門用語使われても、それがさ、昨日っていうか一昨日2日目に作業してたらね、いや、いい話なんだけど、のほほんさんね、棟方志功に見えてきたって言われたの。俺が作業してる風景、リスナーさんが言ったのよ。棟方志功に、和道の顔が棟方志功に見えてきたって。で、俺は棟方志功っていう人を知らなかったから、その読めなかったの、漢字が。棟方志功っていうのが。で、次の日にその X さん、そのシルバー30年やってるパートナーの X さんのところに行って、「いや、和道君、昨日棟方志功って言われてたの覚えてる？」って。「いや、わかんないです。なんすかその話」って。あー、なんかリスナーさんなんか言ってましたねって、棟方志功がどうのこうのって、あれなんて言ってたんですかって。いや、リスナーさんが誰だかわかんないけど、その和道の顔つきが棟方志功みたいになってるって言ってたけど、あの棟方志功さんっていうのは、そう、版画の人なんだよって。すごい有名な、こうギーッと見て版画を削る人で、すごい有名な人なんだよって教えてもらって。あ、そうなんですかっつって。でもね、これ面白いんだけどって、棟方志功さんが大学生の頃、砂にずっと絵を描いてたの、木の枝で、毎日毎日。
で、とあるその青年がその棟方志功さんの絵をずっと興味津々でずっと眺めてたのよ。で、まあ数日して毎日見に来るから棟方志功さんが、なんだあんちゃんって、絵に興味あんのかつって、うんって、お兄さんの絵かっこいいって言って、じゃあ一緒に描こうって言って、その少年と棟方志功さん、若かりし頃の大学生の棟方志功さんは毎日絵を描いてた、砂で。でだ、その少年は絵を教わった俺にその絵の具とかキャンパスとかをプレゼントするんだよ。で、棟方志功さんは貧乏だったんだって。だからすごい喜んで、あんちゃんいいやつだなっつって、でそこからはそのスケッチブックとかキャンパスに絵を描く日々が始まるんだよ。で、棟方志功さんは画家を目指してたんだけど、目を悪くされて版画の世界に入ってギーってやると。で、その少年は画家になるの、将来で。その少年がここのオーナーの X さんのおじいさんなの。すごくない？だからその和道が棟方志功さんが絵を教えた少年が画家になり、いや、これ本当の話だよ、これ本当の話だよ。で、画家になり、画家のね、画家、その X さんはその若い頃不良でって、で、なんかやらなかった、手に職をつけなきゃっつって、その彫金師になれて、おじいちゃんが X さんを彫金の世界に入れて、で、彫金の世界から和道シルバー作りたいなら一緒に作ろうよ、で、棟方志功ですよ、リスナーが。いや、ほんと嘘くさい話でしょ。いや、本当に嘘だろっていう話でしょ。で、俺は棟方志功さんの名前も知らなくて、で、その時にその話を聞かされて、運命ってあるんですねって言って、そうだから、そのそこの本棚に棟方志功さんの本があって、いや、和道くんって手渡されて、棟方志功さんってこういう人なんだよって、へーって、その本を読みながらその話を聞かせてもらって、運命ってあるんすねって、いや、嘘くさいと思ったら2日前の TS 見ればいいよ、だからそれコメント書いたの俺だよってパルちゃんっていうリスナーさんが言ったんだよ、だからその X さんはコメント欄見てて、なんかすげえなってなったらしいよ、まさかリスナーさんから棟方志功さんの名前出てくると思わなかったし、なんかすごいねって。2回目の人はもう聞いたとかやめてほしいかな。ちょっとこの話はあと100回はすると思うから、あのそういうすごい、いや2回目だけどとか、そういう2回目だけどは打足だよね。何回でもするから、新規が来るたんびに、閲覧がちょいちょい増えるたんびに、この話は小出しにしていこうと思ってるから、そういうのやめてもらっていいですか。もう聞いたとか、そういうのいらない。そう、新規に向かってアピールしてるから、そう、新規を取り込む配信、フォローを増やさない配信はダメだと思う、俺は。棟方志功の孫って検索すると、話聞いてねえだろ。棟方志功の孫の話、お前話聞いてねえだろ。だからもう一回言うな。棟方志功さんが大学生の時に、なんならもう一回言うわ。俺がこうやって2日目に作業してる時にね、
宗像志功さん、あ、はじめまして。あ、はじめましての人ね。いや、俺、これ4日目なんだけど、このシルバーを作り始めて、2日目にこう作業してたら、コメント欄に、なんか漢字で何々さんみたいだ、和道は。って、俺、読み方わかんないからスルーしたんですよ。で、次の日に、宗像志功って書かれてたねって、和道、え、宗像志功って何すか？僕わかんないっす。いやー、有名な彫刻家の人だよって。で、宗像志功っていう人はすごく有名な版画家の人なんだって。もうガーってこう彫り込む。鋭い眼光で。で、話は変わるんだけど、宗像志功さんが大学生の頃、なんだよ、嘘つきって。話聞いて、最後まで。宗像志功さんが大学生の頃、こう、砂で絵を描いてたの、木の棒で、毎日毎日。で、とある少年が現れて、少年は絵が好きだったから、その絵をずっと見てたの、大学生の宗像志功さん。いや、簡単に言ったら、宗像志功さんの孫じゃなくて、宗像志功さんは版画家なの。で、宗像志功さんは目が悪くなって版画の世界に行った。で、少年は宗像志功さんに絵を教わった。で、もともと、実は、絵を、画家になるんだよ、その少年の方は。で、その少年のお孫さんが X さんで、X さんから俺なの。だから、宗像志功の孫を検索しても意味ないよって。人の話聞いてないってことよ。わかる？俺が言ったこと。いや、人の話聞いてない、構成は。俺の話を理解してない、根本的に。宗像志功さんの孫の話なんかしてない、誰も。そう、宗像志功さんをと一緒に絵を描いて画家になるの。だからその人の孫が X さんで、 X さんから俺なの。だからまあ、俺からしたら宗像志功さんは他人って話だね。一言で言うと、宗像志功さんと俺は何のつながりもないって話だね。わ かる。だけど、運命だねって話だよ。わかった？他人、もう完全な他人だねって。一切接点ないねっていう話だね。和道は関係ないっていう話でした。あ、俺ね、人の名前で商売するやつ、大っ嫌いなんだよね。っていう話にループするの。でも、俺は、宗像志功さんのこのエピソードは100回以上話すと思うから、よろしく。断るたびに話そうと思ってる。シルバーアクセサリーを作ってるんじゃなくて、僕はニューヨークのセレブたちのトレンドを今作ってます。ローラさんいらっしゃい。ニューヨークセレブのファッションそのものを作ってますね。初見さん、もしよかったらフォローしてってください。
海外も意識してるっていうか、俺日本人はミーハーだと思ってるから、ニューヨークセレブをターゲットにして、ニューヨークセレブを見た芸能人、日本人芸能人がつけ始めて、で、一般大衆の日本人がつけ始めるから、まあ7年かかるだろうね。友達っていうか先輩に当たるのかな。そう、X さんのおじいちゃんの友達っていうか、X さんのおじいちゃんは画家になるわけじゃん。で、その棟方志功さんは版画になるんだけど、その画家になるきっかけを与えてくれたのが、棟方志功さんでしょ。で、画家で大成するんだけど、その後に、賞金の世界に行けって言ったの、おじいちゃんが X さんに賞金の世界行けって言って、 X さんは賞金の世界30年やってる。そういうこと。ジャスティン・ビーバーね。だからワドっていうブランドなんだけど、俺が作りたいのはね、シルバーアクセサリーを作ってるんじゃなくて、ワドっていうブランドを確立するんだけど、ワドっていうファッションに変わる可能性があるね。ワドっていうそのファッションスタイルそのもの、そんな気もしてきたね、だんだん。ファッション業界にワドって言葉が浸透する可能性が高い。現段階では、冷静に見ると。あ、100万いらない。100万いらないです。何々したら100万するねとかいらないです。もう乞食じゃないんで、僕は。困ってないんで、花火ください。僕は乞食じゃないんですよ。昴生さん、やめてください。本当に乞食でもないしね。僕は何々をするからね、何々をくださいとか大っ嫌いなんですよ。いいですか、もう一回言いますよ。花火ください。以上です。だから俺はまず、まあ日本人で言うならトップアイドルの推しを学さんとか矢野顕子さんにつけてもらおうと思ってるね。鈴木亜美とか、やっぱり旬な人がつけるとやっぱミーハーな人は買うから、今やっぱ芸能界を席巻してる矢野顕子さんにつけてもらいたい。鈴木亜美とかプロモーションビデオに使ってもらいたいね。新作の。鈴木アミーゴの新作の PV にネックレス使ってほしいなと思ってるね。矢田亜希子だ。ごめん、間違えた。矢野亜希子じゃない。矢田亜希子ね。え、ふわって、まあ人によるんじゃないの？わかんない。FC2 とフワッチとドキドキライブ、どれが稼げるか人によるんじゃない？っていうか、サイトは関係ないでしょ。稼げるやつは何やっても稼げるでしょ。どこ行っても。稼げないやつは何やっても稼げないってだけでしょ。サイトじゃなくて人だと思うよ。知り合いではないですね。知り合いではないですね。
今僕が話してるのは願望ですね。時間が止まってる？ああ、すいません。ああ、ちょっと古かった？ちょっと古かった。今、誰が旬なの？俺の世代で言ったら、わかった。ごまきにつけてもらおうか。今、多分若い子に人気の。そっか、矢田亜希子さんじゃないんだ、今。ごまきだ。ごまきか。ナッチかな。俺、ごまき派じゃないんだよな。ナッチにつけてもらうわ。やっぱナッチだな。阿部なつみさんにつけてもらおう。売れる。川崎洋平何やってんだろうね。そうそう。この青いのが形が、シルバーになると思ってください。はい、その通りです。正確に言うと、これはろうそくのろうなんですよ。で、このろうそくありますよね、これ。例えばこの棒で、これって熱で溶けるじゃないですか。そうすると、その型の中に穴ができるんですよ。これを石膏を入れてとか、なんかこう入れますよね。で、熱かけてこの穴ぼこができますよね。で、穴ぼこに銀流し込んだら、銀シルバーのこれができる。穴ぼこに金を入れたら金ができますよね。そっか。ナッチにつけてもらおう。今、一番人気のトップアイドル、ナッチに。ごまきはちょっとね、キッズ多いからね、ごまきのファンは。それとも、なんかちょっと、アイドルじゃなくてアーティスト行くんなら、持田香織かな。持田香織につけてもらおう。TM レボリューションとか。そうだね。誰がつけるかだね、本当に。20年前、マジで。もう20年も経つのか。時の流れって残酷だな。
もう8時か。終わりにすっか。かなりいいとこまで行ったな。終わりにすっか。3時間、4時間枠。何時からやってる？ 11 時からだから。6時間、7時間、8時間。9時間やったのか。すげえな。9時間やったか。まだ全然眠くねえかんな。もう正直あと4時間いけるね。まあだけど、クリスマスだし、のんちゃんと過ごしたいかな。のんちゃんかわいそう。のんちゃんと今日は、のんちゃんがうるうるしてたからな。クリスマスイブなのにいいって言ってた。あとさ、いっちゃん、クリスマスイブなのにいいって言ってた。のんちゃん起きてるかな。のんちゃん見てる？コメント欄、コメン、あの、放送見てたらコメントちょうだい。寝てるかな。のんちゃんどうしたの？のんちゃん置いてきたね。ルサルクさんおはよう。のんちゃん置いてきた。家で待ってるよ。ああ、この太さからここまで削ったんだ。すげえな。これはすごい。ちょっとやぼったいもんな。いいよ。この細さいいよ。いいよ。たまらん。もう一回測ろう。グラム測りたいな。測りあったかな。グラム測る。ごめんごめん、うるさかったよね。引っかかっちゃった。タバコ吸って帰るか。
ドレさん放送終わったの？ドレさん終わった？俺多分ドレからのパターンぞ。ドレが終わったか。ドレから流れてきたんでしょう。あ、ドレさんやってないね。ドレ上がりだ。ドレリスナーだ。今日ドレさん花火上がってた。どうだった今日。いや、鮫島さんとコラボはする予定だけど、いつになるか分かんないね。冷静なるご発言。いや、ドレさん稼げたんかなと思って。なんか最近また調子が戻ってきたよね、ドレさん。なんか一回スランプ抜けた感はあるよね。プップクプましょう。これが僕の和道1号ですね。いいでしょう。おしゃれでしょう。誰でしょう。どうよ、いいでしょう。おしゃれだよ。ニューヨークセレブ御用達。最初のまあね、最初から知ってる人はこれがこうで、2日目の段階がこうなってたはずなんだよね。で、なんでずっとやってたよ、この状態だったはずなんだよ多分みんなが見てた。これでしょ2日目に知ってる人は。で、その厚みがだいぶ減ったの分かる？ほら、こっち側が。そうそう、世界に一つだけのワード。で、そのコンセプトが、俺コンセプトを変更して、ここにこの真ん中の棒の軸があるじゃん。これがここに、これに変わるんですよ。分かる？この部分が、要は一本の削り出しだと表現が無理だからっつってバラしてくれたので、これに変わるの。それがわかる？この部分がこうね。わかる？わかりる？皆さん、こういうこと。寝ない、ずっとやってたね。今作業9時間目かな、いいでしょう。だからちょっと立体的に伝わりづらいんだけど、このパーツを今度改良するのと、このパーツを作るのと合体するわけよ。これがこう、こうね。
これが多分一番近いかな。まあ、ここ、ボコってなってるのは削れて落とし込めるんだけど。で、これに、これがくっついて、これに、新しいこれがくっつくっていう。この2つは作り直しだね。うん、この2つは作り直し。いいでしょう。で、これがパーツ1になるの。この4つが組み合わさって、パーツ1。で、次の工程が、他に4パーツ。1、あ、違う。1、2、3パーツ。4、5、6、7、8、9パーツ作ります。プラス9パーツ。プラス9。だからまだまだ先だね。構想してるものから。まだまだ先。完成予定半年後とかじゃない。首から下げるやつですよ。はい、ネックレスです。めちゃくちゃ重いっすよ。正直言うと、今のままだと販売価格10万超えますね。めちゃくちゃ重たいっすよ。裏抜きはしないっす。でも結構可愛くない？女の子に人気でそう、なんか。女の子に人気出るね。欲しいでしょう、みんな。多分ね、俺の予想ね、リスナーさんだけで多分100は売れると思ってる。リスナーさんだけで100売れる。めちゃめちゃ殺到してますから、問い合わせが。ドレさんもモデルやりたいって言ってたもん。え、ワードをちょっとシルバーブランド作んなら俺にモデルやらせてよって。欲しい人手挙げて。今150人見てんでしょ。欲しい人何います？欲しい人。いや、これを俺は3万円台で売ろうと思ってるからね。3万円台で売りたいね。これこれこれ。これ欲しい人手挙げ。50人ぐらいか。50人ぐらいか。まあまあまあ、150人いる中で50人。まあいいんじゃない？まあ、手応えあるね。だいたい50人ぐらいだね、手を挙げてる人見るとね。OK、ありがとう。だいたい分かったわ。だいたい分かった。手応えしかねえな。手が上がりまくってるね。いや、おしゃれだと思うよ。こうワンポイントで、こうみんなから見ると女の子いいね。こうだね。こうですね。いいでしょう。こうだね。こうだね。ほら、めっちゃおしゃれ。ネックレス。こうですね。こう。ボリュームあって。
これで3万買いっていうか買わなきゃアホでしょ。これで買わなかったら何買うのって話でしょ逆に。いやだからおしゃれ分かってねえな。邪魔とかかさばるとか重いとか。あのね、いいですか皆さん、おしゃれは我慢。はい、名言。はい、名言。ああ分かってくれた、チンパンくん、ありがとう。めっちゃかっこいい、欲しいって。ねえ、リスナーさんには1割引きで売ってあげるから、特別にね。いや今のファッション業界に勤めてる人だったら今和道正解って言ってたよ。おしゃれは我慢。ファッションに精通してる人なら今の意味わかるから。でそれはなぜってわからない人はわからないから。ツイッターフォローありがとう。ツイッターフォローありがとうございます。おしゃれは我慢。まあいい仕事したな今日は。いい仕事したわ、いい仕事したわ、論理思考とかないっすね。あの論理的に考える必要なんかないっすよ。今のジュエリー業界で何が大事か知ってる？知らないわけがないですね、はい、ジュエリーの人間なんで、はい、知ってますよもちろん、夏にタイトな服着たりするのも我慢。そうだね、分かってるね。カイトはやっぱおしゃれだな、こけて胸に突き刺さる事件起きそうだな。いやそこはだからあの折れやすく細くしてあるから転んだ時は折れるように作られてるから、大丈夫。だからガムテープで貼ればいいんだよ下の部分を。だからこうネックレスを下げてこうガムテープで止めるスタイルだから、そしたら転んでも平面だから大丈夫。ガムテープで止めればいい、ガムテープがこうピタッとピタッと。転んだらぐさーぐさーだね。だからまあもう そんなこと言うんだったらもうイヤリングにもいいよね、耳にそう、じゃあイヤリングにすればいい。ほら耳元めっちゃおしゃれ、ほらほらめっちゃおしゃれでしょ、ほら。あこれイヤリングだな、イヤリングにする？いいよ。まだイヤリングにできるよ。まだ。だからイヤリングにしてもいいし、ネックレスにしてもいいし。いや、セレブに受けるでしょ。セレブは本当に目が超えてる。ニューヨークセレブは。本当にそれ。ニューヨーカー御用達ですよ。だから話もつまらないっていうか、俺のセンスについてこれない人はついてこれないんだって、あこれがね耳の中にグサって入っちゃう、転んでね。転ぶのはシルバーのせいじゃなくない？
転んで怪我したらさ、シルバーのせいではなくない？いや、だから、分かってないな。じゃあ、もう一つ教えてあげる。いくよ。セレブは転ばないから。はい、名言出た。今日の名言2発目。セレブは転ばない。イヤリングもそうだね。ガムテープですね、基本的には。基本的にはガムテープで留めてもらいたい。それはなんでとか、もうバカすぎるよね。なんでとかじゃない。セレブは転ばない。理由なんてない。じゃあ、俺はそろそろ帰ろうか。じゃあ、皆さん本当にありがとうございました。お疲れ様です。今日の作業時間は11時からだから9時間でした。ありがとうございます。もしね、興味ある人は雑談とか、いろいろやってますんで、フォローよろしくお願いします。それじゃあ皆さんお疲れ様です。一旦家に帰ります。お疲れ様。応援ありがとう。フォローよろしく。Twitter、Facebook、YouTube、LINE など SNS にたくさんあります。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前バッドボタン押してんだよ、もう。